chido, baby. もしや、行ってみよう。やはり奴がいる。かなり気が立っているな。あの痕跡は何だ。あんなの今まで見たことがないぞ。まさかゾラ・マグダラオスが。少し調べていきたいが、ひとまずじいちゃんに報告だ。戻ろう。ドラマグダラオスの痕跡じゃ。行くぞ。まさかここまでとは思えない。なんとボロボロしじゃ。見たんだ。ジラトドスじゃない。あいつがボルボロスを。
いい眺めですね。あ、翼竜。気持ちよさそう。正気の谷の底ってどんなところなんですか？わからない。見つけた事実は積み重なるけど、天井の真実にはまだ届かない。マグダラオスはどうしてそんな場所を目指しているんだろう。この世には知りたいことが多いわね。私も知りたいこと、食べたいものだらけです。あ、 あれ、痕跡じゃないですか？降りましょう。はい。だけど、ここは谷の底のはず。これより先に行き場はないのに、ゾラマグダラオスは一体どこに？二手に分かれて探してみましょう。痕跡はここで途切れていますね。Thank you.
そこ。古代龍神。
この奥だ。おお、こいつは驚いた。これこそが長年かけて結晶化した古竜の生体エネルギーだ。しかしまさかこれほどまでに巨大だとは。ん？これは、この純度、まさかこいつが。
てそうですね。行ってみましょう。初めて見る痕跡ですね。随分荒らされていますね。すごい力。あんたたちもここに来たのね。はい、レイギエナの痕跡を追ってシルベムシの案内で。そう、じゃあそれに従えば先に進めるかもしれないわね。大丈夫でしょうか。でもあそこ以外行けるところもなさそうですし。早速調べてみたいけど。ちょっと難しそうだね。さすがは推薦組。あんたはこっち？はい。Thank you.
そのトゲもしかして。が来るが、こちらでの発見例は未だないモンスターです。アステラに戻って報告しましょう。
怪我はありませんか？少し休んで。きっとここにいる。
かしましたか？自然にできたものではないですね。何かに破壊されたような。はい、行きましょう。さっき聞こえてきた叫び声のようなものも気になりますし。私たちは大丈夫です。あとお願いします。